バレーボールトルコ女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるトルコの女子バレーボールナショナルチームであるトルコでの愛称はネットのスルタン1949年に国際バレーボール連盟へ加盟21世紀に入ってから急速に力をつけてきたチーム2003年欧州選手権2003では地元開催という地の利を生かし予選ラウンドでロシアを破ると 準々決勝のオランダ戦にも勝利するなどして、準優勝した。ワールドカップ2003は7位に終わった。2006年世界選手権は10位に終わった。エースであるネスリハンダルネルがベストスコアラーに輝く、大活躍がチーム躍進の鍵でもあった。トルコ女子はダークホースの異名を持つ。2007年、モントルーバレーマスターズに初出場した。 同年9月の欧州選手権では10位と目立った、活躍ができずに終わった。2008年ワールドグランプリでは日本と対戦し、セットカウント3から2で敗れたものの接戦を繰り広げた。2009年の世界選手権ヨーロッパ大陸予選でポーランドを下し1位、通過。2010年に日本で開催された世界選手権の開幕戦で北京五輪同メダルの中国を破る。 コースタートを切ると、1次ラウンドを3位通過し、2次ラウンドで日本と対戦したが1から3で敗れた。最終的に5から8位順位決定戦でドイツに勝利を収め、5位決定戦でイタリアに敗れたが、過去最高の6位に躍進した。同大会で AS のネスリハンダルネルが2大会連続の得点王に輝いた。 2011年ヨーロッパ選手権で準々決勝で世界選手権覇者のロシアをストレートで下し3位決定戦ではイタリアから勝利を挙げて銅メダルを獲得した2012年5月に地元で開催された五輪ヨーロッパ大陸予選でロンドンオリンピックの出場権を獲得した2012年6月開催のワールドグランプリでは2度目の 出場ながら予選ラウンドを7勝2敗の好成績で通過し、決勝ラウンドでも中国、9バラを下し銅メダルを獲得した。初出場となった2012年のロンドンオリンピックでは予選 B 組で2勝3敗としたが、勝ち点差で及ばず、ベスト8進出はならなかった。2013年、全イタリア代表監督だったマッシモバルボリーニ氏が就任。 初年度は目立った成績を残すことができなかったが、2014年のワールドグランプリでは2年ぶりに決勝ラウンドへ進出し最終的に4位に入った。同大会では、ギョズでオズソイラの活躍で、ブラジル、アメリカ、ロシア、日本などの競合を撃破した。2021年の東京オリンピックでは、プール A に入り、2016年リオデジャネイロオリンピックで優勝した中国を、 ストレートで下すが、決勝トーナメント準々決勝では、韓国と対戦し、フルセットの末に敗れた。2018年 FIVB バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。ありがとうございます。